子ども被災者支援法について私どもずっと超党派で決められた法案ですから、実効性あるべく政府は努力をするべきだということをずっと言い続けてきたわけでございますが、結果的には今に至るまでその状況は作られていないと、そうこうしているうちに被災者の一部の人だと思いますけれども、行政の不作為であるということで訴訟になってしまったと。まず概算要求関係でございますけれども、この後の基本方針の策定状況とも密接に関係してくるんでございますが、現在基本方針の策定に向けまして政府としては全力を挙げている最中でございます。具体的に何月何日に発表しますというところまではまだ至っていないというのが正直なところでございますけれども、今とにかく早く策定できるように全力を尽くしているところでございます。なるべく早くお示ししたいと思っております。その策定の中で具体的にどういう施策が基本方針に盛り込まれてくるのかといったところも今調整している最中でございまして、各省とまだ概算要求の締め切り前ということもありまして、そしてまだ今基本方針の策定で調整をしているというところもありまして、具体的にこのものについてはこういうものがということをちょっと今お示しするのは今なかなか難しい状況でございまして、それで資料の方も特段今用意できるものはなかったということで、大変申し訳ないとは思うんですけれども、そういう状況になっております。ことをご理解いただければと思います。以上でございます。状況は同じ状況で、現時点でちょっとご説明するっていうことについては難しい状況であるということはご理解いただければと思います。文科省といたしましても、これから復興庁さんの方で取りまとめられる基本方針、これと連携しながらしっかりと法の目的に子どもへの配慮といったことも規定されてございますので、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。よろしくお願いします。お話伺っていてよくわからないのは、どの省庁もこの子ども被災者支援法関連事業に関する概算要求によってはないということなんですか。関連する予算がないというわけではなくて、今基本方針をまさにまとめている最中でございまして、どれを基本方針の関連メニューにするかといったところがまさに今やっている最中ということでございまして、全くないということは断じてございません。はい。どの予算をこの基本方針に沿ったこの方に沿ったものにするかを考える、順序違うんじゃないですか。基本方針が決まってそれに必要な予算を要求するというのが順序だと思うんですけども、バーッとその復興予算の中のどれをこの原理法、この子ども被災者支援法に照らした予算にこう当てはめるのかというふうに聞こえたんですけども、そういう意味ですか。すみません、舌足らずだったかもしれないんですけれども、基本方針を今まさにまとめている最中でございます。そうするとその基本方針を実現するためにはどういった予算が必要になってくるのかということが当然その次に来ると思います。で、そのためには例えば既存施策を別のものに変えなければいけないかもしれないし、全く新しい要求をしなければいけないかもしれない、そういうところの調整を今まさにやっている最中でございます。概算要求の締め切りがもう今月末でございますので、それに向けても今調整をしているというところでございます。基本方針の策定に全力を挙げているということなんですけど、概略ね、こうポイントになっている中身っていうか、その議論の中身の柱とか、あるいは大体こういったことの点ではこういう問題が今議論の最中とかっていうところまでも言えないんですかね。とにかく早くというのが今、ね、早くというのは何でしょう、そんなに遅くならないように、私着任いたしましたのが、先月からこの法律の担当になっているんですけれども、昨年の6月に法律が成立いたしまして、その後今基本方針を策定しているんだということを説明を受けまして、その後全力を挙げて今やっているところなんですが、具体的な日程が何月何日ですとか、あるいは何日くらい目処ですといったところまで、本当は言えるといいとは思うんですけれども、今ちょっとまだそこまでの熟度がないという状況になっておりまして、
それでとにかく早くという気持ちは大臣以下関係者全員持っておりまして、とにかく早く作るんだということで今頑張っている最中でございます。でその内容についてなんですけれども、ちょっと各省とのやり取りがあるんで詳細はちょっと差し控えさせていただきたいと思うんですが、例えばあの占領基準のところをどうするのかですね、新聞なんかでもいろいろ言われておりまして、あのいろんな方からの要望も今あの聞いているところでございまして、いろんな団体から呼ばれて、南は九州から北はもう東北北海道の方までいろんな団体から呼ばれて、議論をお聞かせいただいているところでございます。ただそれについてもまだじゃあこれでというところまでは言っておりません。なんとなれば単純に占領と、まあ、法律には占領と書いてありますけれども、あの占領だけで決めると例えば市町村の中のコミュニティが分断されてしまわないかというのは先の国会でも懸念が示されていたところかと思います。そういったところも今議論しながらあのとにかく必死でやっているところでございます。どうしてこんなにその時期も示せないように時間がかかっているのかというところが、占領基準が決められないという、これっていうのはあのいつまでたってもあの今のような状況だと決まらないと思うんですよね。ですからその被災当事者やあるいは自主避難している方々が必要としている支援をあの支援の内容を聞きながら、そこでどっかで判断しなきゃいけないわけでしょ。コミュニティが分断されないようにあのどのようにそこへの配慮も含めて基本方針を立てて実施計画を作るというふうなあの段取りがあると思うんです。それは全く見えないで、あの頑張ってますっていうだけではやっぱりこれは提訴される思いも私もあのとてもよく分かるような気がするし、何よりも議員立法ですから、立法府として作った私らはこれには責任を持たなければいけないし、このことが実際に子どもや被災者の支援になるんだということが見えない限り納得はできないんですね。ご理解もできません。ご理解いただきたいとおっしゃいますけどもできないんですよね。全会一致で昨年6月成立したということは、あの政府としても非常に重く受け止めております。ただあの策定につきましてはもう本当に繰り返しになってしまって申し訳ないんですけれども、あのとにかく全力を挙げているというしか今はもう申し上げる言葉がないところが非常にあの恐縮でございます。基本的にこの議論をやっている時にも皆さんも同じだったんですね。もう大変な混乱もあの当初はあった。それでだんだん見えてきたものがある。それは広島長崎のいわゆるその科学的データを元にしたり、あるいはまだまだその訴えが届かないところがありました。それと同時にあの爆発があった時に4月に、キエフで国際会議がありましたね。これは25年をどのように考えるかということで、その時にウクライナ政府報告書が出ているわけです。これは国会事故調でも当時の長官が参考人として伺いましたけれども、相変わらず IAEA、ICRP、WHO を含めてあのチェルノブイリの事故というものに対してのいわゆる疾病としては働いていた人の白血病とか、まあ、甲状腺、まあ、3つだけなんですね。ところがウクライナ政府報告書はあの福島が大惨事を起こした直後に発表した政府の威信をかけて出したものには疾病の数は病気の数は非常に多く上っているんです。ところが相変わらず因果関係はないとしているわけです、先ほどの国際機関。ところが現地のお医者さんも現地の方々もウクライナ政府も国際機関の合意に基づく手法に基づいたら証明せよって言ったら難しいかもしれないが、同じ人をその前と後で見たり、そのグループを取っていくと間違いなく心臓疾患、脳疾患、呼吸器系何倍でも残って出てるという報告をウクライナ政府が国家の威信を上げてこれ出したんですよ。ところが我が方では
これは細野さんの時でしたが、放射線量に関するワーキンググループ作ったでしょう。11月に2011年11月12月に答申をまとめた。そっくりそのまま ICRP はじめ IAEA の世界の報告をそのままに取って20ミリシーベルトにした。ここなんですよ、私が言うのは。皆さんも分かってて言わないんだから。何をなすべきかはこの線量に極めて集約される問題っていうのが多いんです。国際機関では20ミリシーベルトですよ。しかしウクライナ政府、分かる通り、いわゆるチェルノブイリ法は1ミリシーベルトを一つの加減にしてるんですね。移住という意味で、選択移住も含めて。現地のお医者さん方は、ベラルーシもそうですが、ロシアもそうですが、かなりの現実を見てもらえればおかしいじゃないかと。だから線量は低い、この1ミリシーベルトっていうのにも理があるんだと、こう言ってるんですよ。ウクライナ含め、ベラルーシも含め、ロシアで作った法律でしょ、チェルノブイリ法はね。そういうようなことで議論をしていくと、皆さんの法律、我々の法律でいうと13条、一定線量を認めるっていうのは最初の線引き、エリア引きですけれども、13条に書いてあるように、もう一回検討し直しなさいって書いてあるんですよ。実数を取り上げて世界各国がうんって首をかしげてるわけです。それはなぜか、政治と科学の問題なんですよ。原発を進めていく核を持っている国々が中心となって国際機関を作っているんですから。もし原発事故で多大な被害があったとなったらば、首をかしげる結果になりかねない。だから隠蔽や改ざんや縮小があったんじゃないか、矮小化があったんじゃないかって言われてる。だからニュートラでいきましょうよ。もう一回調べ直してください。きちんと不都合な真実を目をそらして、そして数値を言っていたら、我が被爆国であり民主国家である我が日本としては、世界にもこれは言っていかなくちゃならないことだが、きちんとした線量を出さなきゃいけないんです。だから明確にしているでしょう。低線量、長期被爆、こういった問題についてはまだわからないところがあるって書いてるじゃないですか。だから今回落選された仲間の同志の皆さん、谷岡さんを含めて、なぜ免疫学的にもう一回やり直ししないのか。国際機関の合意ですから。じゃあなんでウクライナ、チェルノブイリでベラルーシでこれだけ病気が認められるんですか。現地のお医者さんが、ウクライナは246万人のデータを全部国家が管理してるんですよ。こういうところから入ってるんですかっていうことなんですよ。科学と政治であるならば、これがごっちゃになってんだから、命優先でやるっていうことじゃないですか。爆発性で何か問題があったとき、誰が責任を取るんですか。そういう観点に立って私たちはやっていかなくちゃいけないんじゃないかと、全ての与野党が共通してやった。ところが我々も悪かった。一定の占領っていうところを確実な問題にすると、政府与党が乗れないっていう問題があったからだ。皆さんも人間、我々も人間だ。その意味において、健康被害を起こさないために、世界の例では決して甲状腺やそれだけの問題発症じゃないよって言ってるところですよ。どうそこを受け止めるかなんだって。低線量、長期被爆は分からないんだから。これが一つ。二つ目は、我々は移動っていう言葉を片瀬先生使ったんですね。実はこれ、移動っていうのは自主的避難者の皆さんも平等にしていかないといけませんよってことを言った。ところが実際には、最大のその占領によって問題で健康に行くところは移住の問題に行くんですよ。日本は ICRP の勧告の最後の緊急事態の時の移住っていうところは全く安全神話でカットしてましたね。もうすでに個人の選択権を認めるか認めないかというところに来てるんです。80の人は俺の余生はもうないと、戻れるのか戻れないのか、80
早く新たな生き方もしたい。子供ももは3年経てば中学校に入るんですよ、1年生が。だから移住、これを認めるか認めないかというところの議論に来ていて、市町村のいわゆる行政側で戻りましょうつって押し付けられるような問題じゃないですよ。こういう段階に入っていかなくちゃならないのがまさにこの子ども被災者支援法なんです。特に子どもを言ってるけれども、被災者全体の問題を言ってる。全国に飛んだこの汚れた放射性物質のことを言ってるんです、全国のこと。その段階に行けないんですよ、皆さんがきっちりやらないと。ここ少なくとも叩き台を出してこないと。ご理解いただけますか。一政府でできるような発想じゃないんですよ、これは。文明論的な戦いをしてんだから。そういう観点に立って皆さんがやろうとしていることが決して弊方策にならないようにしていただきたいし、今の2点です。健康のために占領はどういう占領を取るべきか、大問題だ。これは2つ目、健康被害も考えて移住という選択権を含めて、自主避難も含めてですが、そこに残る権利も含めてですが、そろそろ選択権という憲法の問題っていうところに行き着くっていうことを提起、弱気してるんです。だできなかったらできないでいいんですよ、それだけ難しい問題なんだから。だからやってるふりはやめましょう。そして最後に言ったのは、いろんなご意見を聞いて地元にも聞いたって言ってますけど、法律に書いてるのはそれぞれの団体も大切ですよ。町村長さんの意見も重要です。取りまとめてますし、将来考えてますから。しかし一人一人の悩み問題というものをどう扱うかという、まさに憲法上の問題なんです。憲法っていうより人間それぞれの自然権の問題なんですよ。それを今度は国会で判断しなくちゃいけないんです。一政府でなんかできるわけがない、こんなことは。まあ三つの政府またがってるわけです。だからそういう問題に発展させませんか。皆さん役所でやってるんでしょ、そういう話を。概算要求って言って、私はただ単に予算付けするみたいな話では済みませんよ。全く大きい問題を我々は皆さんとある程度任したようなところがありますけれども、そこです。だからある方はチェルノブイリの関係者で言いますよ、日本はお金がある国だから我々のような失敗をやらないだろう。1991年に独立して以来経済危機が来ました。その結果出せる金がなくて、チェルノブイリ法で約束した支援金が払えないわけでしょ。そういう問題です。長くなりました、はい、ありがとうございます。新井さんからもお話ありましたように、待ってられないんですよね。本当にやってるふりだけはしないでください。他の国では起きてないことをやっぱこの国がやらなきゃいけないんだということですので、やっぱ本当にそういう新しいことに取り組むということをやっぱりぜひしっかりやっていただきたいと思います。水野参事官の事件があってですね、やっぱり官僚に対する失墜、やっぱ信頼失墜してますよ。本当そういう意味でやっぱりぜひ皆さんがここで取り返して汚名を挽回するということでここにかかっていると思いますので、ぜひ気合を入れてやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。